カズマ選手はどこまでここにいられるんですか。まあ、このタイトルマッチ、ミネルヴァのタイトルマッチもいます。あ、そうなんですね。はい、メインだけちょっと寮の近くに行きます。あ、すごい、もう直前までここにいてくれるんですね。ラウンド1よいしょ。もう体が、そうですね、やばいよ。まあ、パンチあるだろうなみたいな、すごいっすね、背中の筋、いやー、胸筋とかも、おお、おい、藤野くんは僕なんかちょっと一緒に練習とかしたことがちょっとだけあって、あ、はい、まあなんかでもすごい本当基本に忠実な感じですよね、はいはいはい、性格も真面目そうだし、真面目そう顔がそうっすね、伝わりますか。そうですね、左ミドルで距離を、いいミドルですね、まあ、あんまり蹴ってからね、はい、おー、ナイス、ボディからフック、おー、これ、おー、今ちょっと効きましたかね、左フック、ちょっとパンチが鳴っちゃいましたね、はい、いけるそうなところで、ミドルがいいっすね、確かにこんな一発いいのもらったらフックになりますよね、そうっすね、いやでも序盤からお互い手が出てていい感じですね。あ、左ミドルいい、おお、パンチは重そうですね、やっぱ、おお、ちゃんと田中選手も蹴り返してるのはいいですね、どう、おい、藤野選手は昨年12月末に行われたイノベーションの試合で、櫻井選手と、スーパーフェザー級1位の櫻井選手と戦って、まあその試合が激闘で、おーっと、楽しみに当たった、聞いた聞いた聞いた、おーっ、おーっと、ちょっと後頭部、リング外に側面も見えましたけど、いやー、でもパンチありますね、やっぱありますね、まあ、パンチが殴り倒すって感じの、そうですね、投げ倒すというか、おーっと、あー、危ない危ない、おーっと、おー、いやー、すごい、ノックアウト、すごいわ、これはノックアウト、いやー、パワーあった、すごいっすね、まあ、パンチ交錯する場面は結構最初から危ないかなとも思ったんですけど、嫌ですよね、向かい合いたくないですね、まず。いやー、すごい。